どうも皆さん、おはこんばんにちは。タカポンです。ではね、続きをやっていきましょう。終わったぞ。ヌーアは死んだ。悪魔ヤルンがあの女を迎えてくれるだろう。間違いない。よくやったな。これで南部は俺たちのもの。人々も信仰を取り戻し始める。まあ中には変わらない奴もいるが。そしてで、そしてということで、そしてそうだね、次は、まあウイルスやりましょう。うん、ウイルス誰かわかんないけど、うん、誰なんですかね。ウイルスって出てきましたっけ、名前。うん、記憶ではないんですよね。誰もいないっていうね。これ出口どこ。あ、ここだね。おエイリーゲルか。ああ。ゴールデンパスを創立し暗殺されたモハンゲールの息子だ。母と共にアメリカで暮らし、彼女の遺言に従ってキラットにやってきたんだ。誰なんだ。空港への着陸を手伝ってくれたら正体を明かしてやる。俺が手を貸す理由は。お前の役目は悪者たちと戦い撃ち殺すことで、あれこれ質問することじゃない。お前がきちんと手伝ってくれれば、それだけ早く本来の戦いに戻れるんだ。それに、お前が欲しがる情報もある。おい、まあ、聞こえるか。本当に全くだよ、ウィリス。さてと、ご到着。ラジオ聞きながらまったりしてました。来ましたよ。空港に着いた。あれは俺たち共通の敵だ。マガンの手下を消せば空港を制圧しやすくなるし、ゴールデンパスのためにもなるぞ。わかった。ちょ、もうバレた、もうバレた。もう一つ、サンフランシスコに住む共和党員並みに、スナイパーいること事前に教えてくれ。さっきの無線の時に教えてくれる、いや、くれてもいいんじゃないかなって思ったんだけども、どうだろうね。事前に教えてくれたらよかったかな。うん、まあしゃあないな。空港に着いた。ベス、さっき上空からスナイパーを確認した。シーマチロ、司令官を警戒させる。あれは俺たち共通の敵だ。バガンの手下を消せば空港を制圧しやすくなるし、ゴールデンパスのためにもなるぞ。わかった。もう一つ、サンフランシスコに住む共和党員並みに目立たないように注意していろよ。とにかく気づかないようにしてくれ。後で司令官と会う予定だ。あれ乗れる。こちらが奥の手を用意していると相手に知られたくない。終わったら連絡するんだぞ。あれすっごい乗りたい。やばいやばい、本当乗りたい。本気で乗りたいよ。俺乗れるしょこれ。乗れるしょ、乗れるしょこれ。むっちゃ乗りたい。ヘリとかも大好きだから。うん、乗れない感じ。あ、乗れない感じなんだね。しゃあないか。うん、まあしゃあないよ。うん、うん、しゃあないよ。乗りたかったな。残り記憶2つ。どれかな。どこの警報器かな。まあ、まずはあそこにいるんでね、これぐらいっしょ。多分ね、向こうのこの反対側にね、1個あるんですよね。一度ここ来てるんで、ここに1個と反対側にあそこに1個ですね。うん、一度来てるんでね、覚えてるんですよ。最近ですからね、来てるの。うん、さすがに忘れないですよ。お、3人いるね。あ、違う、向こうにもいるぞ。これは遠くないか。これぐらいの距離だろう、確実に。もっとあるか。あ、80メートルあった。ここにいんじゃん。
危ねえ危ねえ。あ、バレた。うっそ。空港に着いた。よし。動画では2回目だね、これが。うん、動画では、そう、動画では。動画では2回目。うん、そう、それは重要とってもね。わかった。もう一つ、サンフランシスコに住む共和党員並みに目立たないように注意していろよ。とにかく気づかれないようにしてくれ。了解。後で司令官と会う予定だが、こちらが奥の手を用意。もうね、もう分かってるからね、やり方。顔面ヘッドショット。スナイパーがね、そこにいるんだよね。あぶれあぶれ、バレるバレる。またしたぞ。よし、来た。オッケー、着陸できる。スナイパーは始末した。完成と、バレるバレるバレる、危ない。おお、スナイパーあんじゃん。位置についた。そこから援護しろ。お前と会う前に戦略がある。雲行きが怪しくなったら合図を送る。合図って？レーガノミクスと言ったら、悪党が全員死ぬまで銃を撃ち続けろ。レーガノミクス了解。OK。救援できそうにない。このチャンネルはオープンにしておくが、音を立てるなよ。神経質なやつだから余計な邪魔はごめんだ。いいな。わかった。よし、行くぞ。頼まれた品はここにある。プラン変更だ。あ、なんだって？プランの変更だ。ユマのところへ連れて行く。冗談だろ。何を今さら、話が違うぞ。お前も飛行機も足止めだ。ユマのところへ連れて行く。おい、ちょっと話し合おうぜ。問答無用だ。悪いな。約束は約束だ。このやり方はアメリカ人には通用しない。つべこべうるさい。レーガノミクスって知ってるか？アメリカの財政を安定させた優れた経済政策だ。攻撃を受けてる。急いでくれ。だから悪い奴らが接近中だ。こっちにはグレランというものがあるんだよ。俺に勝てるとでも思ったか。マルチキュー。援護するから待ってろ。ちょっと待って。山の方から敵が攻めてきたぞ。了解了解。ちょ俺も一緒にいるからさ。おお、おお、降りるんかいそこ。どこにいる？山。あー、あれか。最悪だ。ヘリまでいるぞ。ヘリだって。もしかしたらこの辺でしょ。あ、またミスった。これで最後に。
撃砲、迫撃砲。待って、やばくね。これやばい。痛いよ、直し方が。待って、待って待って、迫撃砲とかマジやばい。本当に危ない。どこに行こう。身勝手すぎやろ。待て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 。いって。回復。もう一人。隠れてるのか。ここはな、上か。あ、オッケー。爆発音と銃声が聞こえなくなったってことは片付いたようだな。倉庫まで来い。ようやく顔を合わせられる。ウィリスに会え。ここか。ん？あ、ここか。やっと会えるよ。25年もやってるが、ここの匂いが便所の匂いか絶望の匂いか判断できない。何も匂わないぞ。この格好しっくりこなかったな。あんた誰だ。なんだ、中身はアメリカ人で使えそうな外見、羊飼いの格好をした狼だ。前の任務で面倒を見たカリフォルニアのボンボンより全然マシだ。まあ強いて言えばお前ら二人とも愛国者ってとこか。国家が流れたらすぐ胸に手を当てるタイプのな。使えそうな外見。ラングレーの捜査官ウィリス・ハントレーだ。ラングレーって試合。親父さんの殺害についての情報はあのファイルにある。ファイル離陸寸前のあれの中だ。くそ。おい、これを持っていけ。ATV のね、ちょっと待って、時間がやばそうだからこの辺で終わって次回やってこう。ということでね、うん、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。